歩法とは、馬術において、馬の歩き方、走り方のことを言う。歩み様とも言う。左右の死の動きがほぼ1、2の周期でずれている歩法を、対象歩法という。情報情報の歩き方で、常に2本あるいは3本の死が、地面につき、体重を支えている。なお、情報が速くなると1本の死で体重を支えるようになる。死の動く順序は、右甲子、右前 左行使左前使速度は、通常、分速110メートルほど。機乗車にはごく軽い前後の揺れが伝わる程度。速歩速歩は、二節の歩き方で、右前使と、左行使左前使と、右行使が、ペアになって、ほぼ同時に着地、立地する、車体負と、右前使と、右行使左前使と、左行使が、ペアになる、側体負とがある。 4本の死の着地にはごくわずかに時間差があり、車体筆では上歩と同様の順序である。速度は通常分速220メートルほど。歩行中、死肢のいずれもが地面から離れている空間機がある。機乗車には強い上下の揺れが伝わる。馬にとって自然な早足は車体筆である。つなぎが速歩競争や日本の小馬術では、 側台風が採用されている。側台風の場合は、揺れが少なく、日本やモンゴルなどの地方では汽車の時狙いがつけや、炊事からこちらが採用されていた。軽速歩、軽速歩とは、速歩の時機種が、馬の動きに合わせて、あぶみに立つ、蔵に座る、を繰り返すことを言う。速歩の反動による人馬への負担を低減するための、技術。左右の死の動きが一 二の周期でずれていない方法を、非対称方法という。非対称方法においては、左右の死の打ち遅れて着地する死を、手前死、先に着地する死を反、手前死という。右足が、手前の場合を、右手前、左足が、手前の場合を、左手前という。駆け足駆け足は、三節の歩き方で、三本の死が、設置している時期と、四本の死すべてが地面を離れている。 時期とがある。左右どちらの前足が前に出るかで、左掛け足、右掛け足の区別がある。掛け足を遅い周歩に区分する場合もある。掛け足には、講師が先に着地するものと前足が先に着地するものとがあり、前者の着地順序は、周歩と同じく、右手前と左手前とがあり、後者の着地順序は対称歩法と同じである。速度は、通常、 分速340メートルほど。騎乗者には、ブランコのような大きく、ゆったりとした前後の揺れが伝わる。頭歩変換掛け足は左右の区別があるため、馬場を斜めに進んで周回方向が逆になると、手前が反対となり、馬にとっては動作しづらいものとなる。この場合、掛け足の手前を変えることとなる。これを、頭歩変換という。 頭歩変換の方法には、一旦速歩、または上歩に歩道を落として、手前を変える方法と、駆け足を継続したまま空中で手前を変える方法があるが、単に、頭歩変換といった場合、通常フライングチェンジを指す。修歩。エドワード・マイブリッジによる連続写真、動く馬を駒送りにしたもの修歩は、全速力で走る、際の馬の歩き方で、馬術の基本となる。 三種のほどには含まれない。左右の後足の動くタイミングが近く、また左右の前足の動くタイミングは離れている。四節の歩き方で、左手前と右手前があり、前手の手前足が走る方向を調整し、後手の反、手前足が前方へ体を推進させる働きをする。また、交差周歩と回転周歩がある。周歩においては、 三本以上の死が設置している時期がなく、四本、いずれもが設置していない時期がある。左手前の交差周波は、死の着地が、右交止、左交止、右前死、左前手の順。左手前の回転周波は、死の着地が、左交止、右交止、右前死、左前手の順。通常は、交差周波を用いて走っているが、手前を変えるとき、あるいは走り始めてから、 ある程度のスピードが出るまでは回転周波を用いて走る。回転周波において前種の手前足が地面を離れた直後、いずれの肢も着地していない空間機が来る。物理学的、生物学的に最も効率的な走法であり場に負荷を与えても高速で長距離を持続して走れるのはこの効率性のためである。ハーフバウンドより大きい推進力を得るため、 両格子を同時に踏み切る走り方。競馬のスタート後数歩の間だけ使う。一般には歩み様、歩法としては取り扱わないが、馬場馬術における運動項目に以下のようなものがある。これらは調教を受けた馬及び訓練された機種によらないと行うことができないものである。ピアフェピアフェは速歩の一種で極端に収縮し、 全身を伴わない早足である。その場で足踏みをするような動作を行う。難度が高く、馬、騎手ともによく訓練されていないと行うことができない。パッサージュパッサージュは速歩の一種で非常に収縮した早足である。ピアッフェと似ているが、全身を伴う点で異なる。これも難度が高いが、ピアッフェほどではない。ピルウエットは、 運動中に後足を軸としてその場で旋回すること。一般的には上歩、または駆け足の状態から行う。360度旋回する場合をピルーエットといい、180度旋回する場合はハーフピルーエットという。ハーフパスは馬の死を交差させながら斜めに移動することである。この時、馬の首は進行方向側に屈曲する。上歩、速歩。 駆け足で行う。レッグイールディングは、横足と同様に馬の死を交差させながら、斜めに移動することであるが、馬の首は、進行方向と反対側に屈曲する点で異なる。上歩、速歩で行う。ありがとうございます。